たい。ハッピー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 ということで、勝利でございます。シュー、マジでわかんない。え、怖っ。はーい、あ、わかった。これも。え、でもこの味知らない。わからん。ああ、わかったかもしれない。はいはい、あ、はいはいはい。ミラノ風ドリア。出た。ちょっと待って、もさあ、ということで、少年忍者で初めてハロウィンに合わせて仮装してみました。ハロウィンパーティーしたことありますか？ないです。ないです。ないです。ということで、仮装も初めてですか？はい、初めてです。はい、いいですね。はい、はい。味覚だけで食べ物を当てろ、コスプレ味覚クイズ。イエーイ。ということでね、全然ハロウィン関係はございません。イエーイ。まあね、わかんないけどね、カボチャ特化でもし貸してるといいけど、バナナか、いや、バナナ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 。さあ、皆さん、ルール説明しますよ。目隠しと鼻栓をした状態で、お題の料理を試食していただいて、で、味覚だけで何を食べたかを当てるゲームになっております。いや、簡単よな、食ってきてるやん、いっぱいいろんなもの食べてきてる中で、そんな今更じゃないですか。はい、自信のどはくぼにありますか？僕、めっちゃご飯大好きなんで。おしてあります。いっぱい食べましょう。さあ、わかるはありますか、自信のほどは。わかんねえ、わかんねえって、お前休憩付き、これ休憩付き、あれつってんだろ、これ俺は休憩付き、これ何やってんねん。ということでですね、料理当てられなかったメンバーには罰ゲームは用意しております。さあ、その罰ゲームとは、みんな大好き低周波マッサージ。低周波マッサージマジで嫌いなんですけど。さあ、ということでやっていきましょう。じゃあ、それでは1点目お願いします。お願いします。あ、1点目、あー、なるほど。あ、これはね、全員知ってますよ。おー、マジか。はい、それじゃあ、渡るから。はい、いただきます。これ絶対知ってる。おいしい。はい、あ、結構大きいからね。おいしい。マジでわかんない。え、怖っ。あ、そんなに。え、いい、いい、じゃあ、いきます、これ。はい。え、怖っ。なんでかな、これ。なんなの、ほんとに。これやばいよね。やばいぞ、マジでむずいぞ、これ。え、やばい、なんか美味しいとかわかる？いや、わかんない。よかった、よかった。ひやめいくよ。結構大きいからじゃ。味覚あるでしょ。ないけど。え、お前知らないの？知ってるよ。鼻に抜けないと分かんない。鼻つなぎで食べたりするやん、嫌いな食べ物。まだ、え、なんか。それでも俺味したことない。本当に、あの、具材とかの食感とかで楽しんでね。え、ガチで、いきまーす。鼻から息ができないから。これ、ちょっとさ、きついよ、鼻から息できないと。鼻炎になってる気分。いや、本当にこれちょっと嫌だ。ちょっと待って、何って言ってよ。びっくりした。大きい？どういうこと？何だこれ。ピーマンの肉詰めとか丸々。待って、マジでわかんねえぞ、これ。おいしい。はーい、うまっ。あ、わかった。わかった、わかった。まあ、これだわ。オッケーオッケー。さあ、皆さん、はい、どうですか。これ、料理名ってもう超有名。え、めちゃくちゃ有名。え、これ誰でも知ってますよね。え、知ってるし。はいはい、絶対見たことあるやつ。あ、絶対ある、絶対あるよ。わかった、マジでわかってる。これが有名なその土地とかもあります。では、では、行きますね。ありがとうございます。イエーイ。すごい、檜山大丈夫？絶対やばい、わかんない、もう焦ってる今。もう目隠しと鼻栓を取っていただいて構いません。それでも書いていいですか？それでもスケッチブックに書いてもらって。無理です。ちなみに俺マジで余裕だよ。周りにね、見られないように書いてくださいね。ちょっと待って、俺選択肢あんだらは、低周波マッサージ受けるが良い。それじゃあ行きますか。はい、せーの、お好み焼き。皆さん、お好み焼きですね。えぇ、ー、まじ来たかもしれない。ほら、行ったやん、来て。全員ビビるかもしれない。なるほどね。さあ、皆さん合ってるのでしょうか。これは合ってるよ。そうだね、これは合ってる。発表いたします。はい、皆さんが今、食べたものは、はい、お好み焼きです。素晴らしい。一番
ターとかさ、なんか全然分かんなかったとか言ってたからさ。いや、俺ちょ分かんなかったんだけど、あの食感で当てた。味、え、嘘だ、味ないと味も全く分かんない。そう、味ないと無理だね。いや、俺ね、最初メンチカツと迷って、メンチカツシャキシャキしてたから、それはなんか違う。やばっ、やばい、やばい、やばいな、やばいね。何が入ってんだろう、キャベツで、あれと思って思い返したらこれで、ピンと。マジで、じゃあ食感だけだね。これ食感だけだった。すごい、アジリカの一線抜けなかった。うわ、なるほど。いや、いいんじゃない。まあ、とりあえず食べてもらった方が早いかもしれないんで、はい、なんてなったら、じゃあ、あるからいただきます。2問目なんかでね、間違えたくないですよね。これ全部で何本あるんですか。全部で3本あります。これマジで結構生きづらいな。さあ、どうですか、渡辺君。でも食べたことある味だ、これ。味が分かる、うん、さっきより味は分かる。渡辺君だけ食べたことあるみたいな。いや、お前、イラン料理やないかい。お前、イラン料理出たらお前全員やると。例えばこれ何だと思います、もしイラン料理だったら。イラン料理だったらゴルメサービス。カチャカチャ聞こえるな。あ、わかんわ。あー、分かったかもしれない。はい、ひやまくんが分かるんだったら俺ら分かる。バカにしすぎだろ。ひやまくん結構ね、味覚終わってくから、ね、おーい、たぶんあれだわ、下若で有名だったな。あー、はいはいはい。でもこれさ、あれさ、ランさんめちゃくちゃすぐ分かる。息がしづらい。ちょっと、まあ、これも。この味知らない。え、待って、もしかしてイラン料理。これイラン料理。イエーイ。まあいいから食えや。黙って食えよ、お前。わからん。いや、普通はこの料理知らない。それはない。わかる、これはわかる。いや、めちゃくちゃ有名です、これ。早く話せを外したい。わかった。いや、俺食べたことないよ。一発でわかった。え、これ絶対わかる。わかんないわけない。木山どうですか、食べてみて。めっちゃ自信ある。俺今回自信ある、2個目と違って。はい、めちゃくちゃ自信あります。渡辺は、いや、あのさっきまでめっちゃ自信あったんだけどさ、深田とかが分かんないってなって、ちょっと自信なくなってきて。俺分かんない。じゃあ普通のこの料理食べたことない。いや、俺はない。ちょっといい、お前絶対食ったことない。いや、マジでマジで。いや、俺の目の前で多分食ってた。いやいやいや、マジでない。いやいや、絶対にもう家でも出ます。家庭によってだろうや、その料理が出ないからって。よ、いや、出るだろ、出せよ。あー、まあ話せんと、もう目隠しは外していただいております。はい、あれ、全然食ってるよ。いや、絶対食ったことある。え、え、マジで絶対ない。いや、絶対ある。だって俺ん家来た時、出してもらってるんですよ。あー、お前、それは一応目だろ。おかしくないか。おかしくないか、それは。おかしくないか。え、待って、全然わかんない。どっちだろう、見かけで迷ってる。 100% なんてことある。でも、これ名前まで当てれます。そのなんて言うんだろう、細かい名前まで。おー、なるほどね。さあ、皆さん、バリソーに、はい、オープンしてください。どうぞ。せーの、もやしです。だよ。あー、分かりましたね、結構。はい、当たるから。ハヤシライス。カレー。ハヤシライス。カレーライス。カレーライス。ミラノ風ドリア。あれだ。いや、でも、なるほど、なるほど。いや、ミラノゴルビアだ。とりあえず、はい、前を渡るの白石を動かして。いや、味なんだけど。いや、味なんだよ。味と、その食感が米だったから。うん。で、カレーよりかはなんか、すげえ、すごくなんか甘い。絶対そう。なるほどね。すごいなと思った。ちょっとカレーとは違うなっていうのが思った、俺は。と思ったら、これはカレーと。僕、カレーですね。なんか、甘かった。僕、甘口しか食べない。給食やん。給食。カレーですね。最近はもう林ライス。でもご飯物に液体状のもので具材入ってないってなったらこれしかないなと思って。なるほどね。僕はもう具材ね。これ一択です。ないね。そう、つーちゃんはカレーライス。いや、でもちょっと林ライス見て、うん、あ、そっちかなってちょっと今思っちゃって。うわ、なるほど。お、自信つきました。言われてみれば。いやいやいや。あれ、カレーだって。俺林ライス食べたことないって言うんだよ。マジで、マジで、マジで、嘘なんだね。ガチでないぜ。お前のお父さんに聞いてみるか。聞けよ、絶対出してないから。いいんだな。絶対食べたことない。マジで、お前多分給食とかでも出てる。給食出てる、出てる、絶対出てる。は、俺と同じ学校だもん。でも、でもそんなことより俺、こいつが正解だと思う。いや、なんだっけ。いや、ちょっと、ミラノ風ドリアです。いや、こっちだよ。もうちょっとイタリアン出してくんだよ。最高級イタリアンだぞ。カレーライスだと、もうちょっとルーの割合が多いと思う。そうなんだ、確かに。甘かったんだね。それで、やっぱりそれにクリーミーだったんですよ、味が。はい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 。それでやっぱり、やっぱこいつかな。天才だ、こいつ。なるほど。うわ、さ
さあ、まあ正解者がまずいるかどうかもまだ分かってない。あ、そうだね。これはワンチャン友人あります。うわぁ、ガチ。それでは、正解は、え、お願いします。何が違うの、彼と彼氏が。うわぁ、来てる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 。心臓に悪い。渡る正解者。カオス。普通に不正解の人の反応見たかったのに、渡るが来てるだけ。情報量多すぎたけど。なんでお前正解してんのにお前さ来てんだよ。さあ皆さん耳栓じゃねえか。先生ちょっと来てます。なんで？なんで？ごめんなさい。いや全然いいですけど。ビール来てたんで。ビールじゃないかい。第3品目、はい、お願いします。あーマジか。あーこれむずいよ多分。え、食べたことは。いや食べたことはある。絶対だ。絶対絶対ね。本当に今回だけはマジで。あったね。じゃあ本当に本当に家庭関係ない。さあいきます。いただきます。ってことでいいよ。なんかちょっと今気迫で分かった。エスカルゴの、エスカルゴの気配がした。うわ、いい匂い。え、ガチ。食感はめちゃくちゃ分かりやすいですね。え、ガチか。え、擬音で言うと食感なんですか。え、ほんと食感どんな感じ。ふわふわ。食感はなんか多分本当だったら。あ、びっくりした。ザクザクなのか。なんかグモグモとか違うか。話せないしたし。お前ズルすんねん。肌が乱れるんだよな。お前フェアじゃないそれ。どう、スポーツマンシップお前バボろうよ。笑ってんだよお前。わーくくん早く。おだから出してんね。あーくくん早く。あーあーおーおー。あーこれ料理名わかんないんだけど。え、もう分かった。ただ、まあまあそっち系だ。わかりますか。ジャナセンと目隠し取ってないと大丈夫です。ちょっと分かったかもしれない。さあ皆さんも書いていいですか。はい。うちのメンバーか。まあ、そうだ。待って、渡るくんなんで分かっちゃう。絶対言わないほうがよかった。テントります。いや、まあ、いや、正解とは限らないから。全然分からない。食感とかはどうだった。ふわふわでした。ふわふわだった。え、でもどうだろう。俺が聞いたことないけどな。俺も有名なとこで痛くあるんだよ。ちょっと迷う。頼む。さあ自信のほどはここで大丈夫か。ないです。ないですね。はいはい、自信満々だった。でも大丈夫、久保が間違えても渡るくんに電気いく。何回やんだよ。ワンチャンからやんだよ。何回やんだよ。いきますか皆さん。はい、一斉にフリップオープン。せーの、アジフライ。え、これだけ違う。ちょっとえ、これ白身魚。え、なんか、おなんか食うなよ。アジフライ。渡るアジフライ。白身魚の定食で、タイ。タイの白身を覚えちゃったから。何を言うてんの。タイの定食です。タイ定食、アジフライです。白身魚のフライです。はい、白身魚のフライ。アジフライです。アジフライ。アジマフライです。アジマくんフライ。さあ、それでは正解は。え、待って、わかんない。俺、白身魚ってのは分かったけど。そうなの。本当に分かったけど。一人勝ちしたい。渡の理由はどうですか。理由は食感と、ほんの少しだけ味がしたんだけど、で、あの白身魚のフライと迷って、はいはいはい、けど白身魚のフライかアジフライだと、アジフライ出さね。そうですよね。まあまあ、が番組側のね、スタッフ陣の考えを読んだで、裏方のもできてる。なるほど。そして、くぼれのタイの定食、定食ね。なんだよ、味噌汁あったんか。お前、定食の味噌汁。味噌汁とか、お前、なんかお前、お漬物とかあった。アジフライ。なるほど。そうだから白身でくくっちゃダメって言ってたから、もうこういう飯これしか知らないわね。いや、まあそうよな。さあ、そしてつーちゃん。いやいや、でもこれで合ってほしいな。でもこれで合ってたら僕以外みんなビリビリするもん。いや、そうだよ。さあ、そして深田は
え、俺は最初なんかあのフライの感じがして、はいはいはい、カツだなと思った、うん、とんかつかなと思ってたら、はいはいはい、まさかのウサが刺さってきてあれみたいな、どれだってなって、うん、で、そのフライ、魚系のフライって言ったらアジかなってなって、アジフライで、あれ、ユージなんて書いてあっけ、アジフライです、アジフライ、ね、アジフライです。皆さんが食べた料理は頼む、はい、アジフライです。久保と山井くんが低周波マッサージになりますと。それでは、まあ、久保にワンチャンあるからね。ワンチャンある。久保にはワンチャンあるんで。お願いします。なめんな、なめんな、マジで。低周波マッサージを受けてもらいます。低周波マッサージをお願いします。待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ。あ、来た来た、お兄さん。どうぞ、待って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 。じゃあ、まだあるからね。待って、待って。さあ、すべての問題が終わりまして、はい、結果が出ました、こちらです、どうぞ。よいしょ。渡るとひやまが優勝です。よくわかったね。最初はね、めちゃくちゃ自信なかったけど、意外に向いてる説、向いてる説ある。体はいや、俺はまあ全問正解普通はできてるはずなんだけど。まだ言うか、イレギュラーだね。あれは、そう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 、まあ、ハヤシライスかな。ちょっとおかしかったな。文句ですか。文句はないよ。